みんな見てくれよ。生かしてるだろこの装備。はい、ということで、前回の動画のデータを削除してしまいました。すいません本当に。ただそこまでいい内容ではなかった。ディアソルテ対策の装備作りとティガレックスの GQ モーションを見に行く。ちなみにティガレックスに GQ モーションはおそらくなかった。でリオレウス希少種を倒しに行った。ただここで問題が発生した。落とし物で攻撃を落とすという最高に動画としては撮れ高高いものが消えてしまったと。そこだけ申し訳ない。それ以外はぶっちゃけもどうでもいい。で、ディアソルテ対策の装備を作ったと。まず高級ミサイン、結構吠えることが多かった。で、あんだけ硬い相手に方向最中に殴れるのはかなりのダメージソースになるからつけた。で武器、なんかね、ダメージ物理カット 40% カットするらしいのね。で、なんか属性は 60% ぐらいカットするらしくて、そこでヒドゥンサーベルで、ここに匠の装飾品をつけることによって切れ味がね、化け物化するわけよ。今はほらこんだけど、つけると紫からの白眺めで、これで攻める。で、あとは捕獲する。あの体力の高さで討伐はなかなか難易度が高いと。だから捕獲でいく。で、問題はね、音爆弾が残り2個しかないことなんだけど、俺のね、今回の戦略はね、音爆弾は一切使わない戦略で練り込まれてる。結局音爆弾使っても肉質硬いし、別に角を折りたいわけでもないから、むしろなんであんな余裕を見せて前回角を折りに行ったのかわからんぐらいだから、やっぱあの莫大な HP の高さでダメージカットも 40% っていう、もう頭がおかしくなっちゃうから、ここは音爆弾の代わりに、まあ、活力剤とか怪力の種だな。いや、鬼神薬グレードにしよう。鬼神薬とフルフルエキスで、まあ、二を積まれだからあれか、3つか。鬼神薬グレードは死ぬまで攻撃力が上がり続けるっていうアイテムだからね。よし、このアイテム、あ、夜だからクーラーはいらないと。こんなもんかな。増強剤とマンドラゴラで活力剤か。活力剤持ってくなら、いにしえの飛躍持ってった方がいい気が。あー、ケルビの角売ってるじゃん。いや、今回はいにしえの飛躍を10個でいこう。もうラスボスかよ。まあ上位で一番難しいクエストだからね、間違いなく。ラスボスに挑むあれでちょっともうやってるよ俺は。で、いにしえの飛躍があるということは、こんがり肉いらないから、ここに活力剤10個とケルビの角、これが10個を入れて、まあ完璧かな。このアイテムでちょっと挑もうかなと。音爆弾なしだね。片角の魔王、自称ベテランハンター吉田、過去のどれだけ強い、もう栄光を飾ったモンスターだろうが、二度の敗北はありえない。行くぞー。でね、自分の動画を見て思ったのは、ちょっとガレオスとかに翻弄されすぎだなーって思って。だからガレオスを、あえてディアブロスを無視して、まず狩る。で、いかんせんあれだわ。ゲージも溜まるし、別に、この時間は、ロスではない。あとね、この武器、回心めっちゃ出るじゃん。これ実は 50% ぐらいあるんだよね。まあ、一匹処理でいいかな。あとは後々やるとして、お、来たね。で、もう一つ作戦があって、名付けて、尻尾を、あえて削除しない作戦。削除。あえて、あれね、切断しない作戦。こういうこと。風圧を避け切って、で、こういうこと。こういうこと。わかる？潜ってる最中には尻尾切れないから、ここもあえて尻尾を狙わない。ここはちょっと、ここはちょっとやらかした。これダメなパターン。これダメなパターンね。しっかりと、ガレオス来たか。そしたら、ガレオス優先。突進来い。突進誘発させて、ガレオスで、まあでも、無理はしない、無理はしない。
カリオース、いやこれ助かったかもしれん。なんか死んねえけど角刺さった。ガレオスが来るから、ガレオス後のディアブロスを殴る。いやここまではねプラン通り。一応つがやっぱ怖いから、ここでグレートを飲んでおく。切れ味はまあ余裕ができた時でいいでしょう。ここでもう切っておく。うんうん、全然いいよ。多分前と見違えるプレイになるんじゃないかな。昨日のじゃねえわ、一昨日の自分のディアソルデのあの敗北の動画でね散々学んだからね。はいはい、ここもこれがやっぱり強いね。尻尾にも判定あるのがやばい。はい、方向は効かないよ、対策済みで。もう一回ぐらいタックル効くかもしれないからね。これが強いなー、これだね。はい、ここ尻尾をしっかり切ってこうで当たらないと、こういうことよ。これが俺のあえて尻尾を切断しない。怒った、どう、やばい、今尻尾狙っちゃったね。尻尾に絶対に当たらないようにする。で高級ミニチュアでここはダメージソースになる。見違える動きだな。伊達に自称ベテラン名乗ってねえよ。いやなんかものすごい戦いだね。こんなこんな緊張感のある戦いある。失敗で失敗、尻尾尻尾だよ尻尾。特技はないでしょうか。ここは飛躍、イニシエの予約がいっぱいあるからしっかりと避けて飲む。いや全然いい、ちょっと活力剤飲んでなかったな。活力剤ちょっとここで出た。これディアソルテの技なのかな、あの方向転換のやつ。あれやばいね、あれマジでやばい。てかダメージやばい。これは壁先輩に守ってもらいつつグレード飲む。方向しちゃがるな。さあこれ刺せるか、刺さってくれるとかなりアドバンテージ。きた、できるだけまあ足だね。やっぱり尻尾の次に切りたい場所といったら足だから、オッケーオッケー。でここは切りに行く、でこう避ける。こうすること、あれ逃げたね。あーこれやばいかも、ちょっとこれやばい。まさかしびれわの先輩耐えてくれ、耐えろ、ダメか。お、耐えてる、さすがしびれわの先輩。俺をここまで鍛えただけのことはあるな。尻尾は切らない、尻尾は切らない、尻尾は切らないけど突進でしびれわに誘発させたいから、しびれわのルートにこうやって持っていく。そして突進させてかからせる。ゴミオスどうすっかな。いやゴミオスなんか一人で悪空間ダックルの練習してるから、ここはナイス会心。ただ尻尾は流れない、でテントも狙えると。オッケー、ここはちょっとゲージを貯めることに専念しよう。ゲージ切れがね、お、なんだこいつなんだこいつマジでうっうっじゃねえんだよ、今ディアソルでやってんだよ。セカシーの上位クエイで今一番難しいディアソルでやってんだよ。怒ったか、はいはい、ちょ怒ったらシビリアのダメだね。怒り治るまで待つわ。怒ったらシビリアのは良くないで、ここも攻めすぎない。どうよ、まるで見違えるプレイだろ。これ2回目なんだぜ、俺練習も何もしてねえかんな。しびれの先輩生きてるな、やばい。しっぽこい、しっぽ、バカ野郎が。ここ鬼神さん行きます、撃つ、耐える。しっぽは狙わずこう、あーダメか、こういう時にしっぽは狙うと。で避ければいい、完璧完璧。尻尾切らない作戦が完璧すぎて怖い。こんなに肩にはまるとはな。はいはい、尻尾切らない作戦。多分先端はね切っても大丈夫なんだよね。なんでそんなところでかかんねん、しかもお前怒ってるだろ。まあいい、あのこっちが優勢なことに変わりはない。でここで鬼神さんを打つけど、よし回心出た、運ゲーだからな、 50% だから。でこれもう一回ひと押し、バカ野郎が隙だらけだ、コアップが転ばすと。ね、どう、自分で言うのもなんだけどさ、完璧な戦略に完璧な防具構成じゃないか。ゲージがねちょっとよくない、よしで、ここでゲージをしっかりと回収したいんだけ、フレームかーい、バカめ、こちらフレームかきも使えるベテラン判断なんだよ。
あ、こんなギリギリでもいけるか。あ、やっぱ尻尾の先端切れないね。こんだけ切って切れてないってことは、やっぱり尻尾切らない作戦&尻尾の先端だけは殴っていい作戦、完璧だな。立ち回りを変えるだけでここまで落差が違うか。もう普通のディアブロスじゃ多分満足できない体に俺なっちゃったろうな。オッケー、ここは切る切る切る。怒んないかな、キリンさん行くよ俺。怒んないか。これはタックル来るね。当たらない。はいはいはい。でここ風圧を受けない。風圧を受けずにガー、怒りやがった。くそー、こんだけ慎重にやっても死ぬか。でこれはもう避けらんないから、こういう時は武器しまう。あの、もう避けをするんじゃない、ここは武器をしまって、で回復できるタイミングが来ると。いやー、すごいテクニックだと思うんだ今。絶対避けられないから今の。こいつのホーミング性能のことを考えると、あの後ね。ああいう時はもう武器をしまって、あの、次にすぐ回復できるようにしておくことも大事だね。これが強い！やば！待ってくれ！うわー！ぐわー！ダメだ、そんなの！強すぎる。一つのミスで終わりだもん。一撃必殺だからね今のも。時間は関係ないな、あれだな。一発殴って怒るようになったら捕獲ライン入ってるってことだから、そうなった瞬間にシビリアーナで捕獲する。あれ、俺シビリアーナ残してるよね。残してるな。それまではひたすら殴り続ける。すぐ怒った、一発切ったら。待って、え、ちょっと待って、これ弱ってるかもしれん。お、待ってくれ、え、これ切ってなかったよな、切ってなかった。そしてエリア移動するときこいつは怒っていた。おい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 、まさか。待て、イバラー捕獲用麻酔玉忘れたー。おもしれえギャグかよ。いやー、さすが実況者って言ったところが、やっぱり最後まで楽しむ心を忘れないと。怒り治って一発切ると、お前怒る？弱ってる、あのディアソルティが弱ってるぞ。ていうかシビラに仕掛ければよかった。何やってんだ俺。これ大丈夫、ここ回復ポイントだろ。 OK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 。 おい、あのディアソルティが弱ってるぞ。これはもうこのスタミナだけのイニシエル200飲んじゃうわ。あの、弱ってると言っても物理ダメージ 40% カットの化け物だから、多分その弱ってる範囲の HP がまだまだ多分あるんだよね。だからこそ捕獲ラインに行った時点で捕獲したかったんだよ。それは願わなかった。捕獲麻酔だもん、俺が忘れたから。あれ、いや多分すぐ怒って出てくると思う。弱ってねえ、ただの勘違いだったバカ野郎。その甲冑は渡せない。尻尾くるな、尻尾くるな、尻尾くるな、尻尾くるな。ラコスター、ナイス。今身代わりで、ポケモンの身代わりでランゴスターを身代わりにしたわけだね今。そういう作戦もあの入ってるから。でここ逃げない、逃げずに行こう。立ち向かえ、逃げるな。はい、来た、フィーバータイム。ここはねゲージを減らしたくないから、ランゴスタごとこう切って、しっかりとランゴスタもゲージの糧にしていくと。うわー、切りまくりたいけど、ここは抑えろ抑えろ抑えろ。逃げるな逃げるな。よしよしよし。弱ってるのであれば、ペイントボールを投げただけで怒る。どうだろう、怒るか。怒る、弱ってる、確実に弱ってる。俺は魔王を追い詰めているぞ。やっば、いや逃げない、逃げるな、逃げるな。よし、今の逃げてたら多分終わってたな。ゴミボスがいるな、ゴミボス、どうする、ゴミボス。はいはい、こいつ混乱でもやるのか。
こんなんでも尻尾警戒しなきゃいけないの。やばい、ゴミボス来た。これすり抜ける、やばい、ふざけんなー。ナイスゴミボス、ナイスおとり、たまには役に立つじゃねえか。いや、これは一旦ね、よし。いや、ゴミボスだな。エリア移動しても結局あれだから、どうにかして、ゴミボスを狩らなきゃいけない。なーに！終わりたくない！怒り直った、怒り直った、怒り直った。このゲーム本当に病気になっちゃう俺。角刺さる。いやこれ本当に悔しいのがさ、麻酔玉を、あ、え、これ角刺さってもう1回入んの。これ本当に悔しいのが、麻酔玉を忘れてなかったらもう勝ってるとこなんだよ。本当に最悪じゃない、一つの忘れだけでここまで変わるんだよ、絶望的な状況に。あんまりやありゃせんか、自分で捕獲作戦とか言っといてさ。今だ！こいつさ、閃光玉当てるタイミングやばすぎん？ないじゃん。やっと当たった。閃光玉当てんのもう。この角度か、この角度なら尻尾当たらねえわ。これでできるだけ削りたい。尻尾が当たらないこの角度で。あと15分だよ。こんなのが村食いにいることがちょっと信じらんないよね。ねえ、これ村食いですからね皆さん。なんか強化古代のイベクエとかじゃないんですよ、村食いなんですよ。やばい、危ない、これがやばい。先行用意、潜るか。いや先行無駄にできなくなってきたな。これ向く、なんで今のが当たらん。あー、ナイスー、やっぷで閃光と色が似てるんだよお前は。来た、あ、引きずってる引きずってる、勝つぞ絶対勝つ、自称ベテランハンター、よっしゃー。